サンフレッチェによりますと落書きが見つかったのはエディオンピースウィング広島2階のビジター専用エリア内の男子トイレです今月10日午後10時ごろスタジアムのこけら落としとなるガンバ大阪とのプレシーズンマッチ終了後に清掃員が個室の扉4カ所に黒の油性ペンで書かれた落書きを確認したということですサンフレッチェはスタジアムの所有者である広島市と協議し きの付けで広島中央警察署に被害届を提出しました。サンフレッチェは、「落書きは犯罪行為です。公共施設であるスタジアムは市民の大切な財産であり、サッカーファンなど多くの人が利用する施設です。ルールを守った利用をお願いします。」とコメントしています。